おはようございます。4月19日朝6時の相場解説になります。今日は月曜日ですね。だからまだちょっと相場は動いてないんですけども、もうね少ししたら動き出しますので、その前に今週の展望と、それからね週の頭ですからね、頭とんがりでとんがっていこうかと思います。これどっかでも言ったな。はい、では本日もね画面を切り替えてご覧いただきます。こちらです、どうぞ。はい、まずはウィークリーですけども、頭とんがりではないですけども、一番最初にね高値圏と安値圏という話をしましょう。今この図で高値圏ってどこか分かりますか？当然ですけども高値圏というのはこの辺りですよね。じゃあ安値圏はどこでしょうか？どこでしょうかじゃないですけどね、安値圏当然ここです。さあそこでね、高値圏では何が起きるのか、安値圏では何が起きるのかってことをちょっとお話ししようと思います。まず高値圏では下落の兆候が出るんですよ。でずっと値上がりするってことはないです。どっかで値下がりの兆候が出ます。それが二点天井であったり三尊だったりするわけですよね。先週もお話してましたけども、今ちょっと他の時間軸で見ると分かるんですけども、ここに三尊が出かけています。まだ継続中です。そして二点天井もさらにここで伺えます。そして高値圏ですよね。だから下に下がる可能性が非常に高いなと思ってますね。どこまで下がるかは分かりません。だから他の時間軸での相場の確認もいるんですよ。よろしいですかね。じゃあですね、見方を変えてみましょうか。あ、聞いちゃった。はい、では安値圏で二点底ってどこか分かります？こことここですよね。二点底だとどうなりました？こうなってますよね。もちろんそうならないこともありますからね、 100% だって言ってないですよ。ただ多くの目安としてそういう兆候があるから、だから他の時間軸でもそれをさらに固めるためにいろんな根拠を見ていきましょうっていうのがテクニカルですからね。はい、次はデイリーです。デイリーでは今高値圏上の方ですよね。高値圏で何が起きてると思います？それはですね、ヘッド&ショルダーに見えるねってお話をしてたんですよ。あともう一つこっちの方に肩が完成すればヘッド&ショルダーができるんですけども、できるかどうか分かりませんからね。このあともしかしたらそのまま下がっていくかもしれない、もしくは上がってここを抜けていくかもしれない。そうなると N を繰り返してのただのね、上昇なんですよ。上昇トレンド、まだまだ高値圏続くみたいな感じですよね。その他こっから横ばいに入るかもしれないですね。とまあ無軌道に動いてそうですけども、向かう方向のパターンっていつも同じなんですよ。決まってるんですよ。その中でどれに行くかってことで第1仮説、第2仮説、第3仮説とつけてます。今回私は先ほどのウィークリーでも見ましたように、高値圏に入ってもうね、行動の限界点に来てると思います。そこでヘッド&ショルダーの兆候、もしくは二点天井が出てますので、さすがに値下がりが始まるんじゃないかなと思ってるんですよ。でここら辺まではテクニカルやってる人は話せないとちょっとダメですよ。次、4時間です。4時間ではヘッド&ショルダーのヘッドの頭が下がってる方向が見えてます。ですので行動の限界点はまずねここに現れてると思います。ウィークリーでもデイリーでもこれ以上に上に行ってるところは直近ではないですからね。で、こういうふうにね戻りを入れながらどんどん下に下がっているところですね。で今回も戻りになるのかもしれないですけども、ここら辺を見ていかなくてはなりません。移動平均線はそのために補足するものとしてあります。最後に出てくるのが移動平均線です。移動平均線まっすぐ下に向かってるでしょ。だから最初に移動平均線じゃないですからね。はい、次はあと1時間見てみますね。1時間は完全な右肩下がりですけども、どうも下がる勢いがなくなって横ばいに入ってきました。横ばいに入ってきたんで、これからこの横がどちらにブレイクするのかってことを見なきゃなりませんよねってことを話してたんですよ、ね、どっちに行くでしょうかってこと。どっちに行くかによってウィークリー、デイリー、そして4時間、この辺がさらに担保されていくってことになります。というのがテクニカル解説ですね。ではですね、ブレイクを待って今日は一日を過ごすことになります。どちらの方向に向かったらどこでエントリーするか、それは次の段階になってきますんで、また追加の相場解説をお待ちくださいということでございます。いってらっしゃい。